自民党の岸田総理大臣と公明党の山口代表が今日会談し、次の衆議院選挙で総合推薦の対象から外れた東京選挙区について両党の選挙協力を復活する方向で大筋合意しました。総理の方からこのままではまずいと現状を打開して東京における県選挙協力を進めさせていただきたいと個市について今日。 合意をいたしました会談後、公明党の山口代表は記者団に岸田総理は衆議院選挙に向けて自公で力を合わせていきたいと強調したと明らかにしましたまた、東京での選挙協力の復活に合わせて公明党の候補が立候補する予定の東京29区とは別に次回のさらに次の衆議院選挙の際に 都内の新たな小選挙区で公明党が議席を得られるよう自公の共通の目標として真摯に検討していく方針を確認しました。